頭痛のの原因となる頸椎の変形について説明します。正常のけ椎は前に凸のカーブになっていて重たい頭は体の真上に乗っている方が楽なんですね。ところが最近け椎がまっすぐになっている人が多くなっていておそらく前かがみの姿勢が多くなって重たい頭が前に落ちてくるのに引っ張られて首のカーブがだん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 前に倒れてきてまっすぐ伸びてしまっているわけなんですね。 それが行き過ぎるととうとう逆に曲がってくるような方もいらっしゃって前に落ちてくる重たい頭を一生懸命後ろに引っ張って支えないといけないので僧帽筋を中心とした首や肩の周囲の筋肉にすごい負担がかかっているわけなんですよこういう首がまっすぐになったり逆に曲がっているようなレントゲンを見ると首にすごい負担がかかっていることがわかるわけなんですねでこうなってくる原因としてスマホやタブレットの姿勢 長すぎるパソコンの作業、重たいカバンやランドセル枕高すぎとか枕が合わないとか普段のテレビ見てる姿勢悪すぎとか運転長すぎ寒さの影響も考えられますところが首や肩にかかってる負担って自分では全然気づいてないんですね特に若い人は首こり肩こりの受覚は基本的にはありませんそれでちょっと調べてみたんですが 2020年に頭痛でラインされた若い方の首ののレンントゲンの集計ですね。実際未満の方でストレートの率が80%逆に曲がっている人が12%で正常の子は8%しかいませんでした10代では正常が 5.9%20 代では4.3%とどんどん減っていくんですね。 2018年から2020年の3年間集計しますと10歳未満でストレートの子が75%逆に曲がっている子が7.1%正常は17.9%で10代では正常が 9.9%20 代では6%しかいません本当にこれ大丈夫なんですかねこういう若い子の首が変形したまま放置しておくと基本的には頭痛は良くならない むししろ悪化していいくと思います。学校休みがちになるともちろん成績も下がりますし体の成長も抑制されるので背も伸びなくなってしまいますそのまま大人になると高血圧の原因になったり不眠が合併したり仕事にも支障が出ることになってしまいます。このような状態を早く発見すするるために、頭痛で受診する場合は、 頸椎のレントゲンを撮って首や肩の負担を確認するようにしてみましょうもし頸椎が変形している場合は普段の姿勢の注意や首や肩のストレッチやマッサージ、体操等でほぐしていきましょう